クノッソス、クノッソス、クノッソス、ノサス、ノサス、ノサスは、ギリシアのクレタ島にある、聖堂時代最大の遺跡。ミノは文明家で、儀式や政治の中心であったと考えられている。宮殿の一辺は160メートル以上あり、部屋は1200個以上、部分的には4階建ての建造物すらもあったとされる。後の未経ネ文明のものを遥かにしのぐ規模を持つ、 この宮殿の最大の特徴は何よりも中央広場、この広場とそれを囲むようにして重要な施設が配置されている宮殿の構造は高度な官僚機構と強い王権の存在を示している。また巨大な倉庫を備えていたのも重要な点で、ここから宮殿が支配領域内の物資を集積して再分配する機能を持っていたと考えられている。農耕と牧畜の発展に伴い、 紀元前7000年頃からクノスソスに人々が住み始めた。当時1000から2000人ほどの人口があったとされる。粘土や石、骨を材料とした工芸品が発掘されている。紀元前3300年頃には金属、製造の使用が普及し始め、技術力が向上し、工芸品や建造物がより高度に発達し始めた。同時に、エーゲ海を媒介とした輸入業も、 坂になり、金、銀、銅など、クレタ島で発掘しにくい、金属資源を多く周辺国から輸入していた。キクラデス文明とも交流があり、彫刻に、その影響が顕著に見られる。クノッソス以外にもクレタ各地で集落があったが、その中でもクノッソスは優位性があった。紀元前2000年頃には、インドイコール、ヨーロッパ語族が、ギリシア本土やキクラデス諸島に押し寄せ、そのために、 それらの国々が弱体化し、クノッソスの英華界への影響力が増大していった。富の蓄積によって富裕層が生まれ、紀元前2000年頃、クノッソスを含むクレータ各地に宮殿が立ち始めた。これらの宮殿は計画的に建設されており、また、規格化もなされている。そのため、クノッソス、マリア、フェストス、ザクロスで発見されたそれぞれの宮殿は、 基本的に同一な構造である。これらの宮殿の規格、構造が同一であることは何らかの人物が主導したと想像されており、この宮殿の成立によって、ミノア文化の人々が支配する側と支配される側と二分化が始まっていたと思われ、また宮殿は中央に長方形の広場が形成され、その周囲に各種機能を担うブロックが配置されているが、 この西側にはさらに広場が構築されている。この西側の広場から宮殿を見た時に宮殿が最も異様を持つようにされており、ここにも二文化の傾向が暗示されている。この古宮殿は内装にフレスコ画が描かれていたり、複雑な作りの貯蔵庫があったり、その豪勢さと壮大さは新宮殿に劣らぬ規模であったが、紀元前1700年頃に起こった大地震によって、 公開して待った。今までは地震が起きるたびに壊れた部分を修復していたが、想像を絶する大地震に修復が追いつかないほどの大損害を被ってしまったのである。そのため、古宮殿を取り壊し、その上に新しい宮殿を作る計画が生まれた。クノッソスの新宮殿は、古宮殿よりもより壮大で巨大な建造物になった。石膏など、 より高価な原材料を多用するようになり、壁はフレスコ画によってさらに装飾されることになった。宮殿への正式な入り口は西側に作られ、一つの巨大な柱が特徴的なプロピュライア、門が存在した。高架橋で繋がった北西の入り口は廃止され、その代わりに南東の入り口が使用された。その他、宮殿への入り口は北と東にも作られた。新宮殿は、 西と東に新しい建造物が追加され、その中央には中庭があった。クノッソスには劇場や公文書保管所、作業場や両棟のラブルスの間、壮大な階段やレセプションルームなど様々な施設があった。クノッソス周辺の市街は75万平方メートルほども広がっており、宮殿に近かった家々には見事なフレスコ画が飾ってあった。 市街地には王の道と呼ばれる舗装された道路が横切っており、その王の道は宮殿から複数の郊外にまで通じている。粘土で作られたパイプによる水の供給、排水システムも充実しており、郊外の泉から生活用水を市街地と宮殿にもたらしていた。特に排水システムは大規模な建築様式を採用していた。クノッソスは クレタ島において最も力のあった地であり、最大の規模と豪華さで、その文化的影響も全クレタに波及していた。クノッソスをリーダーとするミノア文明の影響は海外にまで及び、キクラデス諸島やドデカニサ諸島、キプロス島、ギリシア本土、シリア、パレスチナ、エジプトすらもその影響下にあった。各地にミノア文明の別荘まで作られ、 その構造は宮殿を模倣したものであった。クノッソスには城壁がないが、その代わりに世界最強の海軍を有しており、サントリーニ島から出土したフレスコ画には、強大なミノア艦隊の交戦場面が描き出されている。ミノア文明は、東、エーゲ海を支配し、当時世界最高水準の文明であった。しかし、巨大な災害により、 ミノア文明の前世紀にも終わりが訪れる。巨大な地震、もしくは内戦やサントリーニ島の噴火。近年では噴火説は否定されつつあるにより、クレタ島に繁栄した大半の宮殿は消滅してしまう。クノッソス宮殿は生き延びるものの、もはや前世紀の力は残されていなかった。クノッソス宮殿は、 災害の傷跡から迅速に復興するものの、もはや以前の宮殿ではなくなっていた。災害により弱体化したクノッソス宮殿の支配者は、ミケーネ人へと交代していた。もはやクノッソスに、ミケーネ文明からの侵略を耐える力はなかった。クノッソス宮殿の至るところに、ミケーネ文明の影響が及び、墓地には、武具と共に戦士が埋葬される慣習が多く、見られるようになり、 王座の間や両党斧の間の構造もミケーネ風に変化した。ミノアの芸術もミケーネ文明の様式に近くなっていき、戦士を主題とした作品が好まれるようになった。また、ミノア文明の文字である千文字 A からミケーネ文明の文字である千文字 B へと書き言葉が変わり、前1450年頃のクノスス宮殿で書かれたとされる千文字 B が出土している。 行政システムも未経年文明のものとなり、未経年文明は、クノスソスを拠点としてゼンクレタを支配し、英華界の正解権すらも得つつあった。しかし、未経年文明の支配下にあっても、なお、ミノア人たちは、商業活動を活発に行っており、工芸品を多く、海外に輸出していた。紀元前三百七十年頃に再び大規模な災害が起こり、それによって、 ミケーネ文明によるクノッソス支配にも終止符が打たれた。この災害は諸説あり、地震、紛争、ミノア人による放棄など様々な見解がある。いずれにせよ、この災害にもクノッソス宮殿は耐えたが、以降、宮殿が再び修復されることはなかった。災害後はクノッソスを支配する勢力は不在のままであり、宮殿は 廃墟と化したが、そこにも人は住み続けた。最終的な滅亡は、鉄器時代の到来によって決定づけられ、鉄器民族であるドーリア人の侵入により、クノッソスは完全に滅亡してしまった。以後、クレタ島にできた都市国家同士の内戦時代が突入し、そのために国力が疲弊し、クレタ島は長らく歴史の表舞台から姿を消すことになる。 再び、クレタ島に活気が満ちるのは、ローマ時代になってからである。クノッソス宮殿は、ギリシア神話の舞台となったことでもよく知られている。ギリシア神話において、英華界の覇権を握っていた、ミノス王のモデルは強力な王政を誇っていた、ミノア文明であり、テイセウスとミーノータウロスの伝説で、名高いラビリンスも、クノッソス宮殿の廃墟を見て、ギリシア人たちが想像したことである。 クノッソスでは男女三人組でお牛を飛び越えるスポーツが流行っており、その現象がポセイドオンの牛やミノタウロス伝説へと結びついたのだろう。ゼウスとエウローペの子であるミノス王は王位継承の証として立派なお牛をくれるようポセイドオンに祈り、その牛は池に捧げることを誓った。ポセイドオンはこれに応えてミノスにお牛を贈った。 しかし、ミノスは送られたお牛があまりに美しかったため、欲を出して別の牛を生贄へとした。ポセイドオンは怒り、仕返しに、王妃、パーシパエーがお牛に連情を抱くようにした。悩んだパーシパエーはダイダロスに相談し、木製のメウシのハリボテを製作してもらい、これを使ってお牛への思いを遂げた。やがてパーシパエーは子供を産んだが、その子供は人間の体に、 牛の頭が乗った怪物ミノタウロスだった。ミノスはダイダロスに命じて、迷宮、ラビリントスを作らせ、ミノタウロスを閉じ込めた。ヘラクレースは十人の工業の一環として、エウリュステウスからその牛をティリュンスに連れて帰るように命じた。ヘラクレスは、ミノス王に許可をもらい、素手でお牛を捕まえて、ティリュンスへと連行した。エウリュステウスはお牛をペロポネソス半島へと放ち、 その王子はマラトンに住み着いて周辺を荒らして回った。そのため最終的にテイセウスとペイリトースによって撃たれることになる。当時アテーナイはクレータ島のミノス王の勢力下に置かれており、アテーナイはミノス王の命令によって毎年7人の若者と7人の乙女を怪物ミノタウロスへの生贄として捧げるよう強要されていた。そのことを知って、 強い生き通りを感じたテイセウスは、クレータ島に乗り込んで、ミノタウロスを退治するため、不法アイゲウスの反対を押し切り、自ら進んで、生贄の一人となった。生贄を運ぶ船は、国民たちの悲しみを表す印として、黒い帆が貼られていた。テイセウスは、他の生贄たちと共にその船に乗り込み、クレータ島へ向かった。ミノタウロスが遊兵されているラビューリントスは、 名工ダイダロスによって築かれた脱出不可能と言われる迷宮であった。しかし、ミノス王の娘アリアドネーがテイセウスに恋をしてしまい、彼女はテイセウスを助けるため、彼に赤いアサイトのマリと探検をこしそりて渡した。テイセウスはアリアドネーからもらったマリのアサイトの端を入り口の扉に結びつけ、糸を少しずつ伸ばしながら、他のイケニエたちと共に迷宮の奥へと進んでいった。 そして一行はついに、ミノタウロスと遭遇した。皆が、その恐ろしい姿を見て震える中、テイセウスは、一人勇敢に、ミノタウロスと対峙し、アリアドネーからもらった探検で見事これを打ち果たした。ピンダロスによれば、テイセウスは、探検ではなく、パンクラチオンという格闘技によって、ミノタウロスを撃破したのだという。その後、テイセウスの一行は意図を逆にたどって、 無事にラビリントスの外へ脱出することができた。テイセウスはアリアドネーを妻にすると約束し、ミノス王の追っ手から逃れて、アテー内へ戻るために、アリアドネーと共に急いで、クレタ島から出港した。しかし、彼は、キロの途中、ナクソス島に寄った際に、アリアドネーと別れてしまった。これは、アリアドネーに一目ぼれした、ディオニューソス、バックス、バッカスが彼女を、 レ夢ムノス島に去ってしまったために、行方がわからなくなり、やむを得ず船を出港させたとも、白状なテイセウスがアリアドネーに飽きたため、彼女を置き去りにしたとも言われている。テイセウスは、生贄の一人として、クレタ島へ向かうとき、無事クレタ島から脱出できた場合には喜びを表す。印として、船に白い砲を掲げて帰還すると、不幸、アイゲウスに約束していた。しかし、 テイセウスは、この約束を忘れてしまい、出港時の黒い帆のまま帰還した。これを見たアイゲウスは、テイセウスがミーイノタウロスに殺されたものと勘違いし、絶望のあまり海へ身を投げて死んだ。その後、アイゲウスが身を投げた海は、彼の名にちなんで、エーゲ海と呼ばれるようになった。1900年に、イギリスの考古学者、アーサー・エバンズによって発掘された。この 宮殿の遺構とともに、千文字 A と千文字 B の両方を記した粘土板が出土した。クノッソス宮殿から出土したものは、大部分がイラクリオン市内にある考古学博物館に保存されていて、実際に発掘された場所には複製品がある。クノッソス宮殿はミーノータウロス伝説でも知られている。実際、 この入り組んだ構造を持つ宮殿の壁という壁には、ラブリスと呼ばれる相当斧が彫刻されており、まさしくラビリンスの語源にふさわしいと言える。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。